はいみな、えー、さんこんにちは DZH フィナンシャルサーチの和田です、えー、ただいま7月4日の火曜日ですね午後の2時8分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います 昨日はですね7月の最初のですね取引というようなこともありまして、第2四半期のですね起初というような、ですね、まあ、やはり節目のスタートの日という形となりました。ただ、アメリカが本日、実はです、ね、ご存知のように独立記念日でですね休場となってしまうという関係上、ニューヨーク市場が短縮取引という形となりました。日本時間の夜中の2時ぐらいにはですねべての取引が終了するような形となりまして、為、ま、替、あ、市場もですねこちらの中で、 流動性のない中で、アメリカの金利、ね、の動向に降らされるような形で行ってこいというような形。 形となっています、まあ、特にドル円はです、ね、金利の低下とともに売,れ売られたんですが金利が今度一転して上昇しますと買い物しのきになったという形ですそして今日の東京市場に関しましては株価はですね大幅な下落となる中で一旦下値を試したんですが下値も限定的となっていまして午後になりますとドル円また買い物しが入っているというところですねそして今日は先ほどですけれどもオーストラリアの準備銀行 RBA が政策金利を発表したんですが据え置きという形となりました 政置予想と金利の上引き上げ予想がですね拮抗していたというようなこともありまして、金利が、オーストラリアの金利が低ですね、国債の利回りが低下する中で、オーストラリアドル売りが強まるという形、ゴードレンに関しましても、ですね一気に売り込まれるという展開となっていいますす、まあ、そこら辺もちょっとですね詳しく見ていきたいなと思います。 はい、えー、まずですね、奴隷の方を昨日一どうしての奴隷の方う、ちょっと見てもらってますけれども、昨日は一時144円の2、3まで朝方下押しをした後昨日は、ですね起訴のということもありまして、実需の買いですね、こちらが先行しました、144円の6、9までとりあえず買い戻しで、その後は一旦下押しをするんですが、また再び金利の上昇等もありまして、144円の8、8まで値を上げます。 140円の55まで下押しにとどまりますと、今度は金利が10年下利り回りで3.8643%と大幅な上昇となる中で、140円の91の高値をつけると。 という展開となりました、まあ、ただ、あですね先週末の高値6月30日の高値が145の丸7だったですねやはり5円台のところでは非常に意識する中で5円手前でまた頭打ちという形となったわけですその後は戻り売りに押される中でニューヨーク市場入ってきまして6月アメリカの ISM 製造業景気数非常に重要な数字が出ているんですけれどもこちらが予想が47.2の予想のところが46.0にとどまりましたかなり弱い数字ですねこちら こちらを受けまして金利が3.8643%まで上昇して10年差利回りが一気に3.7743%まで急低下という形となりましたこちらをきっかけにドル円も下サイドを試すような動き、えー、午前中のです、ね、朝方の休みの4円の2,3ですとかあとはですね 先週末の安値、ね、6月30日の安値、ね、144円の21、そして木曜日の6月29日の安値、ね、144円の14という安値、ですねこ,こかなり重要だったんですが、ここを下抜けますと、え短期生のです、ね、ストップロスを巻き込むような形で売り込まれる展開、ただ144円割れとかすかさず買い戻し、ですね3円の9急の安値をつけたあとは、まあ、おそらくやはり4円以下のところ、 実有税の買いまだ厚くですね残っていると思うんですけれどもやはり三の救急をワンタッチした後はすぐさま買い戻しの動きにつながったというところです実はアメリカの金利もですね3.7743%まで低下した後一気に3.8624%まで急激に戻してるんですね、まあ、結局こちらですね実は ISM が悪かったと言って金利が低下したんですけども同時に出ていました五月のアメリカの建設支出 普段はですは、ね、あまり気にされ,されす,るする指標ではないんですけれども昨日は前月比で0.5%の予想のところがなんと0.9%の上昇と相当強い数字だったんですね実はアメリカでは国内の設備投資特に工場建設ですねこういったものが相当急増中と言われていますこちら昨年のからのか同じ時期に比べますと倍増してるんじゃないかというです、ね、声も聞かれるなど米政府がですねインフラ投資法ですとか 半導体法こういった法律を成立させまして、電気自動車ですとか半導体、ソーラーパネル産業に、ですねなんと数十億ドル規模の補助金を提供しているということなんですけれども、これがですね数字にかなり現れてきてしまっていると、こういう状況なんですね。 アメリカの建設支出が急増したというところで金利が一気に上昇、また3.8624%まで戻す中でドル円も144円の74まで買い戻しの気になったというところなんですね。まあ、ただあです、ね欧州えー、その前につけました144の91には届かずという形となりました。 そして今日の東京市場ですが、見てください、こちらです。今日は朝方から日経平均が一時410円を超える下落となるなど、下げ幅を広げる中で、144円の4、3まで下押しをするんですが、えー、その後はですね午後になりまして、じりじりと下値を切り上げていくという形となっています。140円の6、7あたりまで買い戻しが進むという形となりまして、ほぼほぼ今日の高値が144円の7、1という朝方の高値ですから、ほぼほぼですね、えー、狭いレンジで行ったり来たりをしているだけと。 いう形となっています。こちら日足のチャートでも確認をしましょう。こちらが日足のチャートです。まあドレーンはですね、何と言いましても、三十先週末にですね、六月三十日百四十五円台をつけたというところで。少し達成感も出てきてるんですね。まあそういった中で神経質な展開という形となっています。まず下サイド、百四十三の救急という先昨日の安値、ね。またはですね、六月の二十八日の安値の百四十三の七三というのもですね、サポートになっています。 深い下押しがあった場合には、一目のこちらを見てください、転換線ですね、143の34や、6月27日の安値であります、28日の安値であります14、143の73といったところですね、えーあ、失礼しました、ここの27日の安値ですね、143の29といったところ、転換線の34や27日の安値の3円の29といったところが、非常に重要なサポートレベルという形となってきています。 ウェイサイドに関しましては、昨日の高値の4円の91や、30日の5円の、ね、07が重要。そして、連日お話ししてますように、長めのチャートをです、ね、見てもらってますけれども、マーケットではチャ,チャート的に非常に重要なところが、昨年の10月27日の安いの145円の11ですね。ここが上回れるかどうかというのは、相当重要なです、ね、ポイントになってきているということがわかります。黄色ドルの方は、冷やしのチャートだけで確認しましょう。 黄色に関しましても、こねえー、雲がねじれた新しい雲になってきていまして、この雲のところがかなり重要視されています。雲の上限が1.0863ですね。そして昨日の安値が1.0871ですので、昨日の安値のちょっとすぐ下がもう雲の上限になってきているというところ。そして6月30日の安値が1.0835。 そして、基準線が1.0824に来てますね。そして、一目の雲の加減が1.0822ですので、こういったところ、下サイドちょっとですね、気をつけたいというところでしょう。上サイドに関しましては、一目の転換線が1.0924に来ていまして、昨日の高値が1.0934、29日の高値が1.0941、27日の高値が1.0977となっています。 そして22日の高値の1.1012というのは本当のですね上値の目処という形なんですけれども、ちょっとですねこちらも神経質な展開だというところでしょう。そして先ほどからも話してますように、冒頭でもお話し,しました OG ンですね、こちら見てください。こちら OG ンのです一、ね、5分チャートになっています。えー、先ほど1時半にですね発表になりました RBA の政策金利の発表なんですが、政策金利を4.1%で据え置きということを決定しています。 実は、声明文の方ではではさらなる利上げが必要だということは先月同様に中声明文の中で盛り込まれているんですがこちらも経,経済全体タ次第だと。 そして今回、ですね金利を据え置いたことで、こちら、ですね今後のですね、まあ、評価をする時間が与えられたんだと、まあ、こういったですね声明文になっています。マーケットでは0.25%の利上げ、もしくは据え置きの予想が、ですねもうほぼほぼ真っ二つに分かれて50、50/50、きっ抗しているような予想だったものですから、いずれにしましても動くか、動くことが予想されていたんですけれども、やはりです、ね、政策金利を据え置いたという決定を受け ましてストーンとゴードル売りに押されるという形となりました。法人ですけれども96円の7丸の高値から96円の08銭の安値までですね売り込まれるという形となっています。ただ昨日の安値は実は96円ちょうどなんですね。 昨日の安値の手前では下げ止まりという形、今少し買い戻しが入っていまして、え96円の20前後のところまで少し買い戻しが入ってますけれども、えこちらえ置きを受けてのですね、反応という形となっています。はい、えそれではですね、今日予定されてますもの経済指標をこの後確認していきましょう。 はい、こちら見てもらってますがはょ予定されてます主な経済指標なんですけれども今日はですねやはり米国が独立記念日の祝日で休場ということもありましてその他の指標もほぼほぼないんですね。 1> 翌1時がナーゲルドイツ連銀総裁の講演と2時がストル・ナラスギリシャ中銀総裁の講演が予定されているのみという形になっています。まあ、いずれにしましても海外市場かなり動きづらいというところだと思います。ほぼほぼ動かないか何か、えー、ですね、えー、まあイベントがイベントといいますが何かあ予期せぬですね、えー、事態が発生してかなり動くかどちらかという形なんですけれども日経平均いずれにしましても動きがあるのは日経平均の先物ぐらいしかないでしょうね。株価も動 動かないし、金利も動かないということですから、このあとあまり動きようがないというところなんですけれども、日経平均、今、329円安ですね、先物の,の動向を見極めながら、少し神経質にですね見ていかなければいけないというところになっていますそれでは今日の解説をおい,いたします。